はい、本日は12時からのスタートです。ちょっと空が霞みかかっているのは気のせいでしょうか。はい、陸上の方はですね、ちょっと筋の雲がありまして、そして積雲も一部見られる感じです。はい、あっちには高い上層の雲がありますね。そして今日は日曜日ということもあって人がすごくいっぱいいます。はい、かなりの人がいますね。砂浜にも人がたくさん集まっているようです。気温が上がり、それからああいう人もいますね。はい、という感じです。いいですね、とても人がいっぱいいますけどもね。13時ですね。はい、平和な感じです。外霞がね多いなって思いますね。まあ今日は巻雲だけど、昨日のような羽生っていう感じではありません。はい、まあ少し向こうは羽生っぽいですが、はい、まあ一応ちょっとこうね、霞の多い巻雲だなと思います。陸上には積雲の雲もちょこっとありまして、上中でともにやや水蒸気が多めというふうになってます、っていう感じです。はい、14時20分か。いやー、人がいっぱいいますね。さあ、上空は薄雲が広がってきましたね。車がいっぱいあるね。すごい車だな。はい、上空は先ほどに比べると雲が増えてきたようです。はい、ちょっと中層から中下層雲の方も、まあ巻層雲であったりとか、あとは層積雲も一部見られますので、先ほどに比べるとかなり水蒸気の量が多くなってきたような気がします。はい、本当に人いっぱいいますね。今日はね、気温も上がりましたからね、すごい人の量です。はい、っていう感じですね。はい、18時20分頃です。先ほどもよりもさらに暑い下層雲、層積雲でしょうかね、一部かかってきました。はい、相変わらず人が多く歩いていますね。はい、音も騒がしいです。はい、はい、そして上空は中層雲もあるのかな。あ、でも層積雲ですね、基本は。はい、そして海上の方はちょっと雨が降ってる可能性すらあるかもしれません。層雲の雲も下の方かかっているかもしれませんね。はい、上空は巻層雲も一部見られるなど、上中下層ともにまんべんなく雲が多く、先ほどよりも暑くなってきています。人は相変わらず多くて、今日は本当に人が多いですね。明日も祝日ということもあって、それもあるのかもしれませんね。はい、はい、20時半となりました。先ほどの暑い層積雲の雲はまばらになりまして、雲は減ってきました。また再び晴れてきています。はい、そぼろのような雲になってますね。上空も下層雲がボロボロになっています。はい、ただ少し雲、海上の方はまだね、雲がありまして、下層雲などがあるという感じですが、先ほどよりは雲の厚さ減ってるかなと思います。そして再び人がね、まだ歩いていますね。今日は明日祝日ということもありまして、結構人がまだ歩いていますね。はい、